主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時、天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人のイーナス家である乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶を何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子イエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主の恥ためです。お言葉通り、この身になりますように。そこで天使は去っていった。主の御言葉。太鼓節、この第四数日日曜日、今日は24日夜も私たちのクリスマスイブ、この古誕祭もあります。今日は一日長い一日だと思います。今日の主人公となるのはマリアのことです。第一朗読とマリアというルカ福音書から語られたところ、この節目があります。ダビデとナタン、ナタンはそのダビデは王として、ナタンは神のメッセージを受けて預言者と呼ばれています。福音書はマリアと大天使ガブリエルというメッセージを受けた。この関連的なイメージ想像できると思います。このダビデは立派な宮殿住んでいるけれども、この神の箱は天幕を旗中に置いたままです。だから王としてこの神の家を建てようと、一緒に近くになろうと、ナタンの言葉は神様からのメッセージを受けて、その言葉、あなたが私のために住むべき家を建てようというのか、これ神様の頼むことです。そして神様がナタン預言者として、背景のこと、このダビデは普通の人、でも
選ばれた人になってこのイスラエルの王になりました。だからこのダビデの偉いできることではなくて、このダビデは王になることはただ神様の恵みだけです。その神様の言葉は、将来この王は進めていることは望んでおられる、あなたが生涯を終え戦争とともに眠るとき、あなたの身から出る子孫に後継がせ、その王国を揺るぎないものとする。やはりこの王様は次の子を決意で王になる。でもこの世の王ではなくて、このイエス様のこと言われた旧約聖書から、今日の第一朗読サムエル記、続いて彼の、私は彼の父となる、これ父なる神様のこと言われた。そして彼は私の子となる、これはイエス様のことです。だから福音書とイエス様の存在はすでにこのナタン預言者からのメッセージ、神様からの言葉を受け止めて、この実践することはこのマリア様と大天使ガブリエル、今日のルカ福音書を読まれたところです。人気な挨拶として、ガブリエル大天使はマリアに言った、この言葉はまさに私たちのアベマリアの最初の言葉です。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。私たちのアベマリアの祈りも全く同じ内容です。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。これは大天使のガブリエルからの言葉。そしてこのマリアは普通の人間けれども、一緒に婚約した人ヨセフ、ダビデの家、この子孫ですね、ヨセフはまだ一緒に住んでいないけれども、どうして私はこの子をできるのか、その言葉はマリア様も戸惑い、男の人を知りませんのに。この知るという言葉はただこの人を知るだけではなくて、知識だけではなくて、この体験する夫婦の関係という結局まだありませんのに、どうして子供できるのか。この普通の人間としてマリア様も戸惑い。でもガブリエル天使は、このマリアは身ごもっている聖霊によって人間の噂ではない、この言葉をマリア様が最終的に受け止めて、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。この神様の計画、また人間の考え方、全く合わないことがいろいろあります。このいろんな預言者たちは神様の命令として時々逃げる。ユナという預言者もニニベの改心全く受けられない、逃げた。でもこのマリア様はこの大天使ガブリエルの言葉を聞いて、困っているけれどもいろいろ考え込んで、最終的に受け止めて歩んでいきます。まさにこのマリア様の信仰は私たちの見本として、イエス様が身ごもっている、私たちもこのマリア様とイエス様生まれたこと、このマリアとイエス様が親子の関係、
マリア様のこともよくイエス様が言われた言葉をルカ福音書から出てきます。ルカ福音書の22章42節から、イエス様が困っている時はこの受難の道、十字架中に行かないといけない神様の計画、人間としてイエス様が父なる神様に伝えることがあります。それは、父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心ままに行ってください。この最後の言葉は同じ、イエス様がマリアの子だから、マリアの言葉もこのルカ福音書もイエス様も同じことです。御心ままに行ってください。これマリア様のフィアット、フォルンタストア、あなたの言葉通りに なるようにと、マリア様の言葉はまさに私たちの信仰を持てるマリアはアブラハムのように続いています。このことを第一朗読とマリア様の今日のテーマ、主人公として私たちの心の中でイエス様がすでに生まれているのか、毎年のこの高誕祭のことを準備することはできるのか、いろいろ私たちにもマリア様のように神様の計画を何を訴えられるのか、何を私たちはイエス様と共に歩むのか、一人一人私たちの役、私たちの神様の子としてこのイエス様を受け入れるのは、まさに神様、このマリア様とダビデのこともこの第一朗読サムエル記とルカ福音書から関連的なものです。第二朗読もストパウロのローマ教会の手紙もこの預言者としていろいろ旧約聖書出てきたけれども、最終的に神様の計画、啓示を表されて、このイエスという人は栄光が余裕限りなくありますように、まさにこの永遠の王様、私たちの救い主イエスは、これはパウロもよく私たちに教えておられます。この私たちの人間として裏から見ると、私たちはどうして、なぜ、誰の子、何のためにこの世に生まれたのか、また将来皆さんの子供、孫、ひ孫、続いている私たち一人この世にいるのは何の意味があるのか、これ私たちはイエスといただいてこの信仰を持って、このイエスという名前の意味も私たちはよくわかります。神は救い、誰が救われるのは、ただイスラエル人、ユダヤ人だけではなくて、すべての人類、このイエス様がこの世に来られます。2000年以上前と今もイエス様がまだ働いている。聖霊の導きと照らし、私たちは求めて、今日のミサでこの最後の準備、クリスマスイブを迎えて、私たちの3年ぐらい共同体として、なかなかこのイエス様の喜びクリスマスがなかったけれども、今日いよいよ共同体として私たちのお祝いが計画できるように、一人一人の意訳があると思います。残念ながらこの世界中の喜び、イエス様の生まれたところ、イスラエル、パレスチナ、
ke sanonyo sumuate kana sinagara kono oiwai ga dekinai. Demo sinko wa tomaranai. Kurusinde iru hitobito mo Kristos ya toste yu sama ga umareta kinen no oiwai mo karera mo kurusinde iru jotai demo yu sama ga kono pati no koto dewanakute yu sama ga orareru, umareru. Kono senso ga tomete hosi mina no kibo keredomo nakanaka Israelu no lida to Hamas to yu kono Palestina no hitotsu no seito mo arasoi ga susuete iruso keredomo watastasi no inori wa kono Bethlehem to yu tokoro mata Gaza, Ukraina, Rusia, irona kuninde nakanaka pati kiodo taito ste dekinai. Demo watastasi wa koko de kono yu sama no umareru o iwai surukoto ga dekiru no wa totsu no kami sama no ai to migumi desu. Kyo no misa de watastasi no inori irona tokoro hiwa ga nai tokoro mata watastasi no kokoro naka de kasoku no naka de kono kiodo tai kumatori kio kae no naka de mo kono hiwa no kimi yu sama no ai chisugen dekimasu yoni kono misa o sasagimasu yo. Amen.